い先に立たずなのだ。その悲劇は飼い主の油断から始まったのだ。2024年2月16日、ホボは病院帰りなのだ。もうごめんな、出てかわいそうじゃな。気楽ってね。ホボは病院で注射されちゃったのだ。俺、注射で両足刺されたんだぜ。当日は昼からご近所の仲の良いお友達と茶をしばきに行く予定だった飼い主。トラブルというのはそんな時に限って発生するもんなのだ。玄関に置いてたベゴニアが寒さでしおれかけていたので、応急的にリビングに退避させていたのだ。ゴゴが観葉植物に興味を示したことは一切なかったのだ。この時までは出かける準備で数分、目を離した隙にゴゴが何かを食べていることを飼い主は気づいたのだ。ベゴニアが丸坊主になっているのだ。飼い主はベゴニアについて慌てて調べたのだ。そして初めて知ったのだ。ベゴニアは中酸カルシウムを含み中毒、黄骨成分が含まれているということを事情を話してお茶会をドタキャンして、ゴゴを連れて病院へゴーなのだ。事前に病院に事情を電話しておいたので、すぐに看護師さんが出迎えてくれたのだ。異物を食べた時には30分以内だったら吐かせやすいんです。ゴゴは結局嘔吐はできなくて、胃薬と臭酸を吸着する薬を処方されたのだ。先生は治療を終えてちょっと気になることをおっしゃいました。ベゴニアには臭酸が含まれており、犬が食べたら中毒を起こす可能性があります。ゴゴちゃんが主に食べたのは毒性が比較的少ない葉の部分で、量も多くはないようですが、臭酸中毒って症状が必ずしも量に比例しないんです。つまり摂取した毒物は少量でも症状がしっかり出てくることがありえるのです。吐き気が収まって寝ているゴゴがこのまま治るように祈るのだ。しかしこの話題は次回に続くのだ。